東広島市で園児を乗せた送迎バスが中央分離帯を乗り越え車4台と衝突しました。園児5人を含む12人が怪我をしています。警察によりますと午後2時半ごろ東広島市の県道で認定こども園の送迎バスが中央分離帯を乗り越え反対車線を走っていた車4台と衝突しました。バスは反対車線をおよそ100メートル逆走したとみられています。バスには3歳から6歳までの園児5人を含む7人が乗っていました。園児5人は軽傷ですが、そのうち3歳の女の子1人が前歯を折って出血しました。70代の男性運転手は重傷見込みで、ドクターヘリで病院に搬送されたということです。反対車線の車に乗っていて搬送された5人が怪我をしているということです。この事故で怪我をした12人は全員命に別状はないということです。警察はバスが何らかの理由で中央分離帯を乗り越えて逆走し車4台と衝突した後再び中央分離帯に衝突して止まったとみて事故の原因を調べています。場所を整理しようと思います。東広島市の JR 西条駅から広島大学の東広島キャンパスに伸びるこの通称ブールバールと呼ばれる道路がありまして、この辺りに、桜の名所でもある鏡山公園があるんですが、その西寄りの方、この辺りで事故が起きたということです。この事故発生からおよそ4時間が経とうとしているわけなんですが、現場から最新の情報を伝えてもらいます。児玉さん。はい、事故発生から3時間ほど経った、午後6時ごろにですね、園児が乗ったバスはレッカー車によって運ばれていきました。こちら、まだ現場を見ますとですね、事故の時に、落ちたものであると考えられる、落下物が、残っています。送迎バスは東広島市の、認定こども園のもの、ということで、園長によりますと、運転手は園の職員ではなく委託した運転手だったということです。バスには園児5人が乗っていて、保育士ではなく添乗スタッフという大人の方1人も乗っていたということです。バスは園から帰るところだったということです。事故の原因という部分はまだ詳細というのはその現場でも聞けてはいないんでしょうか。そうですね、まだ事故の詳細というのは、付近の方にお聞きしたんですが、それでもわからないということでしたので入ってきてないという状況です。